イブスキゴルフクラブは、鹿児島県イブスキ市海門川尻に広がるゴルフ場である。イブスキゴルフクラブは、鹿児島県を中心に観光、交通事業などを事業とする岩崎グループが、新たなゴルフ場の建設に向け母体会社、岩崎ホテルズ株式会社を設立、ゴルフ場経営に乗り出したことに始まる。1959年、海門だけのふもと、鹿児島県イブスキ市海門川尻に、 いぶすゴルフクラブ、開門コースの計画が始まった。岩崎産業株式会社、岩崎を八郎にとって、いぶすゴルフクラブ、開門コースの建設は、大熊、薩摩半島を中心とした鉄道とホテル網を広げる、岩崎グループの念願であった。岩崎は、日本有数のトーナメント構想という計画から、コース設計者に、井上誠一を要請したが、 井上はイブスキは遠いからと敬遠された。岩崎は諦めず何回も井上の自宅を訪れた飲み込みを仕切った。海門だけのゆったりした丘陵に立った井上は設計を快楽した。1968年8月23日、18ホール規模のゴルフ場が開場された。コースは薩摩半島の南。 薩摩富士と言われる海門だけの裾の自然の地形を活かした丘陵コースで、海門おろしと海風が交差する難易度の高いコースである。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。郵便番号891-0602鹿児島県。 イブスキシカイモンカワ6660番地、ありがとうございます。